こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、今回は神戸大学について解説していくぞ。神戸大学は、日本の国立大学である。兵庫県神戸市灘区に本部を置く。略称は神大あるいは神戸大。神戸大学は1902年明治35年に日本で2番目に設立された官立高等商業学校である神戸高等商業学校に開学の木首を持つ。現在は獣学部15研究科を設置する総合大学となっている。唯一の開示科学部を設置している大学である。神戸大学の偏差値は55から 67.5 と国内でもトップクラスだな。iPS 細胞でおなじみの山中伸弥教授や、俳優の佐々木蔵之介さん、そして政財界に数多くの人材を輩出しているぞ。今回はそんな神戸大学にまつわるエピソードを4つに絞って解説していくから、ぜひ楽しんでいってくれよな。また、このチャンネルではいろいろな高校や大学のあるある、そして数多くのランキングを上げているから、ぜひチャンネル登録してほしいからポチッとよろしくね。それでは早速、ゆっくりしていってね。神戸大学では2学期クォーター制が導入されているんだ。通常大学のカリキュラムは前期後期の2学期制なんだが、神戸大学は前期後期をそれぞれ半分に分け、実質4学期制を実施しているんだ。これは海外の大学に準拠したグローバル対応という見方があるのだが、中の生徒からは実に不評で、年に4回もテストすんなよ、ふざけんなよと言われている。テストが多いのは大変だよな。六甲山の山麓にあることから、自然豊かで景色がとても良いことで知られている。最も標高が高いところにある国際人間科学部のキャンパスは、全国の大学でもトップレベルの標高なんだそうだ。登校を登山、下校を下山と呼び、行きと帰りの通学時間が全然違ったりするようだ。眺めが良くて綺麗な夜景や海を見下ろせたりするようだぞ。あとは1年生の時に教養言語と専門科目の授業で、キャンパスを行ったり来たりするのが大変だったり、イノシシに遭遇するなんてことも、発達科学部現国際人間科学部は立地が最も標高の高いところにあり、通学が大変なので足腰発達科学部と揶揄されるらしい。キャンパスによって天気が変わり、標高が高いキャンパスだけ雪が降る時もあるんだとか。またみんな直行便のバスに乗りたがるので、車内の人口密度がすごいことになったり、坂道だから原付や稲妻チャリを利用する人が多かったり、ヒール履いて学校行けないなんてことも。六甲道。そこは神戸大学の最寄りの JR の駅なんだが、同時にラーメンが集いし駅なんだ。駅周辺には10軒以上ものラーメン屋、しかも軒並み美味しいが立ち並ぶ。二郎系ラーメンから混ぜそばに油そばまで幅広く網羅されてるし、夜飯困ったら大体ラーメンになるのは神大生あるあるらしいぞ。神戸大の中の人が知っている言葉を紹介していくぞ。神戸 BEF。これはかの有名な神戸の特産品の名前。ではなく、神戸大学生であれば誰もが必ず使う LMS 学習管理システムの名前。正式にはベーシックエンバイロメントフォーエデュケーショナルフロンティアの頭文字を取って名付けられている。鶴はじめと鶴二。神戸大学のキャンパスがある地域は鶴高鶴兜地区であり、そこには第一キャンパスと第二キャンパスがある。このキャンパスは主に国際人間科学部の授業が開講されている。鶴高第一キャンパス、通称鶴はじめ鶴一は、学部1回生が受ける教養科目や外国語科目が多く開講されるため、いつも多くの学生で賑わっている。特にお昼の食堂とラーニングコモンズ、勉強できるスペースは混雑必須なんだとか。そして、もう一つのキャンパスである鶴高第二キャンパス、通称鶴にはなんと標高200メートル超えの山の中キャンパス。鶴一から約20分山登りをすることでたどり着くことができる。そのため、国際人間科学部生以外はそもそも鶴二の存在すら知らない、という幻のキャンパスが存在する、といった現象が起こっているようだ。ウリ坊。ウリ坊とはイノシシの子供時代の呼び名で、実際に神大にはウリ坊が多数生息している。夜や早朝にキャンパス内で目撃されることが多いようだ。神大のマスコットキャラクターにもなっているウリ坊だが、大人になると危険だそうだ。それではまとめに移ります。その14学期青年4回テストは確かにきついよ。その2、六甲大キャンパス下山登山は草。
その3ラーメンラーメン2はぜひ神戸大学へ、その4中の人の言葉売り棒は怖いな。ということで今回は神戸大学について4つのポイントを紹介してきたけど、どうだったかな？他にもこんなエピソードがあるよとか、この大学も取り上げてとかがあればコメント欄に書いてね。これからもいろんな学校のあるあるエピソードを紹介していくから楽しみにしていてね。それではご視聴ありがとうございました。